プレノケファレ白亜紀後機に生息した小型の、肩頭竜類の恐竜の属の一つである。多くの点で禁煙種のホマロケファレと似ており、プレノケファレの様体である、可能性もある。生態のプレノケファレは、おそらく体重 130kg、全長2.4メートルほどの大きさであった。平らでくさび型のホマロケファレの頭骨と異なり、プレノケファレの頭骨は丸く、傾斜がついている。 ドーム状の頭部には小さな骨のスパイクとコブが並んでいた。現在のモンゴルに生息していたものの、現在は乾燥した砂漠地帯になっているモンゴルとは異なり、当時は高々地の森林地帯であった。化石はアメリカ、ニューメキシコ州及びコロラド州のカークランド層からも発見されている。前方から見た、頭骨創像図他の片頭流類にも同じ状況のものがあるが、 プレノケファレは現在のところ頭骨の他には少数の小さな骨が発見されているのみである。このためプレノケファレの復元図は他の型頭流類と共通の基本的なボディプランを持つ姿で描かれることが一般的である。つまり短く太い首、短い前足、長い後足を持つ頑丈な体という姿である。プレノケファレの頭骨は上足頭窓が閉じているものの、 ステゴケラスのものに類似している。また、プレノケファレには上眼下骨、前前頭骨の上に体になった溝がある。この特徴により、ステゴケラスと、この種とステゴケラスは区別される。この特徴はスファエロトルス及びホマロケファレと共通し、プレノケファレが両者に禁煙であることを指示し、両者がプレノケファレのシノニムであることを示唆する。もしスファエロトルス、 トマロケファレがプレノケファレのシノニムだとするプレノケファレは、モンゴルのみならず、北、アメリカにも生息していたことになる。多くの禁煙種同様に、プレノケファレの植生については分かっていない。しかし、全常学骨馬及び分部は禁煙種ステコケラスの、ものほど、幅広くなく、異なる接触行動をとっていたことが示唆され、プレノケファレは、より選択的な接触を行っていたこともあり得る。 雑食性であり、植物も昆虫も食べていた可能性があるとする研究者もいる。しかし、一般的には研究者の間では、プレノケファレは葉や果実を食べていたという意見で一致している。プレノケファレは、白亜気候期に生息した草食、雑食性の大きな系統群である検討流類に分類される。最初 P ブレビス、P エドモントネンシス及び P グ、 ロバート・サリバンにより、P ・ブレビス、P ・エドモントネンシス及び P ・グッド・ウィニーを、現在、未解決の姉妹軍として、アジアのタクサである P ・プレンズと一緒にすることを提案している。ティロケファレはこれらプレノケファレからなる、系統軍の姉妹軍と、解釈されている。スフェローゼラス・ブーク・ホールツィッシュは、P ・エドモントネンシス種の主観異名である、可能性がある。これらは、 臨場骨とスカルルーフの頭頂領域に独特のコブの列が存在する。T. ありがとうございます。